はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もこちら、ロサンゼルスからお届けしています。今ね、海側の方に来て、ちょっと軽く休憩して、またこれから走ろうかなと思うんですけども、こちら、1997年のエボのローライダーでね、今日もドライブしています。で、今日はですね、アメリカにハーレ乗りが来ると楽しい理由をね、いくつかちょっとピックして話そうかなと思います。日本にいる時はね、やっぱりなんとなく、ハーレーの本国であるアメリカに来るといろいろ楽しそうだなと思う部分がいくつかあったんですけども、まあ実際来てみるとね、こういうところが楽しいよっていうところをね、少しお話ししてみようかなと思いますので、最後まで動画チェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じで少しね、のんびり走りながら、話してみようかなと思います。でまずここロサンゼルスに来るとバイカーが楽しめるポイント1つ目です。それはね、まあこの道路環境ですね。やっぱり道が広い、あとねこう巡航速度も速いし、日本よりはねこう巡航速度出して乗れるところがあるので、まあ、そこが本当に気持ちよくバイクが、乗れるポイントかなと思います。もちろんねフリーウェイとかはね渋滞しているんですけども、まあこういうローカルなねあの道とかであればもう全然今ね前も後ろもほぼ車いない感じで流せるので、非常にねバイク乗る人はね楽しく乗れるかなと思います。でまあ渋滞しているところもあるんですけども、日本のようにもううんともすんとも言わないような渋滞ではなくて、まあ、ちょろ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 動いているような感じなので、まあ、あんまり自分はねそんなにストレスも感じないです。であと、まあ、自分はね東京にね生まれも育ちもあるので、やっぱりね信号がねめちゃめちゃ多いんですよね、東京都内なんですけども、まあ、こちらねアメリカは比較的信号も少なく、まあそのね区分けですね、ブロックが結構一つ一つ大きいので、まあそういうとこも相まってね、あんまり信号に引っかかることなくバイク乗れるのがね非常に楽しいなと思います。あとね雨が降らないっていうのもねこちらロサンゼルスに関しては大きいかなと思いまして、正直もう半年近くねほぼ雨降ってないですね。まあ冬はね雨多いんですけども、春から夏秋はもうほぼ雨降らないんで、雨が降らないイコールバイクが乗れるってことで、もう自分もねバイクはね毎日のように乗ってます。やっぱ雨降るとバイク乗れなくてねフラストレーション溜まるところはあるので、まあそういう意味ではねストレスなくねバイク乗れるっていうところはね非常にここねアメリカに来ていいなって思うところはあります。で2つ目ですね、2つ目はバイクのイベントがめちゃめちゃあります。で大きくバイクイベントっていうと、まあ、ボーンフリーとかのように、まあ、カスタムバイクショーですねが、いくつかあります。まあ、毎月はやってないんですけども、まあ、2、3ヶ月に1回は、まあ、バイクで行ける範囲ではねカスタムバイクショーやってます。まあ、もちろん現行車、あと旧車のねビルダーさんが作ったものもありますし、結構ね事細かくジャンル分けされているので、まあ、そういう意味ではね非常にそのカスタムバイクイベントがまず一つ多いです。であとは、スワップミートですね。スワップミートも月に1回、まあ、自分の、住んでいる方だとロングビーチですね、ロングビーチで、スワップミートがあったり、まあ、あとはちょっと遠いですけどポモナですね、ポモナのスワップミートも有名です。それも、数ヶ月に1回あるので、まあ、月1回必ずこうバイクでサクッと行ける距離にスワップミートとか何らかしらの、ね、こうマーケットが開かれているっていうのもいいなと思います。であとは、バイクカフェですね、まあ、これはダウンタウンの方ですけども、ダウンタウンのバイクカフェの方では第3土曜日か日曜日、ちょっとどっちか分かんないんですけど週末ですねにハーレーのイベントを毎月やっているので、そこに行くとねバイク乗りがまたねいろんなバイク乗ってくるので非常に面白いイベントかなと思います。であとその他にもねバイクツーリングのイベントとかも多分あると思うので、探してねいろいろ参加すると面白いですし、本当にねアメリカはねバイクのイベントが非常に多いですね。で今はハーレーの部分の話になるんですけども、まあ、それ以外にもね日本のバイクのイベントとかも多分たくさんやっているので、まあ、その辺もね
見どころの一つかなと思います。で3点目ですね。3点目はカスタムパーツがすぐ手に入るっていうところがありますね。日本でね、まあ、ハーレーのパーツを買うと大体こうアメリカから日本に送って取り付けっていう形になるんですけども、まあ、こうアメリカにいるとねアメリカ製のパーツはダイレクトにすぐ手に入るので、まあ、その辺もね時間差なく手に入りますし、まあ、あとアメリカ全土のねショップを探したりもできるので、まあ、そういう意味ではね日本よりはカスタムパーツの手に入りやすさはあるかなと思います。日本だとね代理店入ってるところだとなかなかオーダーしても手に入らなかったり半年とか待ったりすることもあるのかもしれないですけども、まあ、アメリカだとね会社とも距離が近いですし、あとねショップもたくさんあるので、まあ、そういう中からね比較的すぐ手に入りやすいなと思います。であと日本には入っていないカスタムブランドもいくつかあるので、日本にいるとねやっぱり限られたパーツメーカーになってくる部分はあるかもしれないんですけども、アメリカだとね選択肢がかなり広がるかなと思います。であと4点目ですね。4点目はやっぱりバイク乗りがフレンドリーですね。みんなもうみんなバイク好きですね。でいろいろ話しかけてくれるんで、まあ、そういうところでね非常にコミュニケーション取れて、まあ、仲良くなってね連絡先交換したりたまに一緒に走ろうよとか誘われたりすることもあります。でまあこれは一つ自分がねエボ乗ってるっていうのもあって、エボはやっぱり今ねこちらロサンゼルスですね乗ってる人ほぼいないんで結構、ね、珍しがられるんですよね。昔乗ってたとかよくね声かけられることがあって、で何万マイル走ってんのとかめっちゃ言われることあるんで、まあ、そういう意味ではね物珍しい感じで話してくる人もね多いですね。まあでもみんなね本当に非常にフレンドリーで、やっぱバイク愛が強いなっていう風に思います。日本だとっていう言い方したら良くないですけど、日本人結構ねシャイな人多いんで、パーキングとかでもねあんまりお話しする機会とかないのかもしれないですけども、アメリカは別に道に止まってただ休憩しているだけでも結構話してくれる人多いんで、まあ、そういうところはね非常にアメリカに来てバイク乗ってると楽しいなと思います。全然英語喋れなくてもなんとなくな雰囲気が分かれば別にコミュニケーション取れるし、ちょっと英語喋れなくて今勉強してんだよねって言えば向こうもなんかそういう分かりやすい英語とかで話してくれるんで、まあ皆さん優しい人が多いなというイメージです。あとね、まあこれも少し前の動画で話しましたけど、まあアジア人でねバイク乗ってる人少ないんで、ヘルメット脱いでね休憩とかしていると物珍しく話してくる人めちゃめちゃ多いですね。でなんかいろんな情報とかもくれたりするので、まあ、そういう意味ではねいろんな人に話しかけられて、まあ、あと英語の上達にもなりますし、なんかそういう意味でもなんかバイク乗っていろんな人に話しかけてもらえてよかったなって思うところはねあります。そんな感じで今日はアメリカにねバイカーが来ると楽しめるポイント、楽しくなるポイント、いくつかお話ししてみました。まあハーレーというバイク乗り物だったり文化というのはもともとねアメリカからスタートした文化なのでね、まあ、こちらに来るとね日本よりね盛んっていうのはあるんですけども、まあ、それでもねやっぱりこう飽きないんですよね。本当にバイク乗っててイベントもあるし仲間も増えるし走りやすいし、走るね、見どころのポイントも結構たくさんあるので、本当にねアメリカに来てこうやってバイク乗れていろいろなね可能性が広がったなって思うところがあるので、すごいね充実した、毎日がね過ごしてますね。逆にねハーレーに乗っていなかったらアメリカに来ることはなかったので、なのでね自分の中ではねハーレーがね自分とアメリカをつなげてくれたところがあるので本当にね感謝してますね。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと X、Instagram もやっておりますのでそちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じでもうちょっと話してみようかなと思います。今はね LAX ロサンゼルスの空港の方からレドントビーチというところに今向かって走っています。
レドンドビーチでね、ヨガを習っていて、今日はヨガじゃないんですけども、ヨガの日はね、近くにあるホールフーズというスーパーマーケットに行ってピザやスムージーを食べるのがね、鉄板なので、今日はヨガじゃないですけどホールフーズに今ピザとスムージーを食べに行こうかなと思います。でアメリカはやっぱりこうバイクで走ってて思うのはトイレがないんですよね。コンビニもトイレ貸してくれないですし、トイレ貸してくれるのはだいたいスーパーマーケットとか薬局とか、なんかそういう大きいお店ですね。あとグレゴリーストアって呼ばれるところですね、はトイレ貸してくれるところが多いので、まあ、そういうところに行ってね、お手洗いするのがいいのかなと思うんですけども、まあこうやってねバイク乗ってると小腹もするし休憩したいなって思うときに、一番自分はスーパーマーケットが調子いいなって思ってるんで、今からねちょっともろもろ休憩含めて、ホールフーズにピザとスムージーを食べに行こうかなと思います。ホールフーズ基本的にやっぱスーパーマーケットなのでそんな高くないので、でピザとスムージー買っても10ドルちょっとぐらいですかね。なので非常にお手軽に食べれて、自分的にはねバイク乗ってる人休憩するにはね非常にいいおすすめポイントかなと思います。やっぱりねどこかカフェとか入ったりとかするとちょっとピザと飲み物頼んで20ドルとか普通にザラにあるので、まあそうするとね3000円ぐらいしちゃうので、まあねちょっとした小休憩で3000円っていうのもなかなかねちょっといい金額になっちゃうんで、サクッと休むにはねホールフーズとか、あとターゲットもおすすめですね。ターゲットっていうスーパーもあるので、まあそこでお休みするのもありかなと思います。日本はねコンビニとかでトイレ貸してくれるとこ多いですけど、アメリカのコンビニは防犯上トイレ貸してくれないところが非常に多いので、そこはね気をつけてくださいね。ガソリンスタンドも場所によっては貸してくれないとこあるんで、ガソリン入れるついでにトイレ行こうって思ってる方もねちょっとそこ難しいとこあるので気をつけていただければなと思います。はい、そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。